伊達政宗の温かい言葉は、一人で全ての侍を倒そうと背負い込んでいた樹の心に深く染み渡り、見失っていた夢を思い出させたのであった。再び前を向き、希望を取り戻した樹は、全ての元凶である織田信長を倒すため本能寺へと向かったのであった。夢、幸せ、そうか、オラたちの手で幸せを作んなきゃ意味がねえんだ。オラやるだよ、一番悪い侍を倒すだ。世直しのその先へ。
そのような力が。オラたちは大切なことに気づいたんだ。世直しの本当の意味に気づいたんだべ。いつきちゃん、幸せな世ってなんだべか。実はオラもよくわかんない。帰ってからみんなで見つければいいべさ。魔王を倒せば日本中の農民気づくだ。力を合わせればなんとかなるって。グミンが地獄に落としてくれようぞ。地獄か、魔王に仕えてる罰か。お侍って意外に弱えぞ。瞳、あい苦しいべ。おめえさんが魔王だろうが、もう関係ねえ。オラたちは未来のために戦うんだべ。Yeah!
無様な姿に
には夢がある。でっかい夢だ。他の神様、助けてけれとは言わねえだ。どうか見守っててけれ。愚民が未来を語るとは、ほほのいたし。俺たち、悪いお侍を倒せばいい。それだけでいいと思ってた。でも、俺さんと同じことするとこだったべ。貴様の御心を見せしめとしてやる。俺は死んでも、みんなの気持ちは死ねえ。何度だってお姉さんに挑むだよ。天下は世のもの、愚民にはそれが分かるんだ。何だ、あいつはみんなのもんだ。俺たち、お米さんいっぱい作るだ。余は魔王、第六天魔王ぞ。だからなんだっつうんだ。オラはどう認め。我は暗黒、天下万民を闇色に染めてくれ。それでもお天道さんは登ってくるだ。100年先も200年先もだ。我が前に立つんだ、全て知りとかす。手を水道に返してくれ。うわぁ、目回ってきたぞ。要は第六天魔王。くれただか。ほら、やっただよ。Cheers.